YDNA 時代から今永大好きなんやけど、なんでメジャーで通用してるん？メジャーではスライダーほとんど投げてないのに。メジャーはレベルが低いからな。なんかストレートが通用してるらしい。はい、よくて150キロくらい野郎にすごいな。お前が好きだからやで。応援の甲斐があるね。割と三振は少ないんだよな、そういうことや。言うて三振率9超えとらんか？ MLB って思ってたほどレベル高くねえんだな。日本の内野手一人も通用してないやろ。山本も韓国に打たれただけやし、アメカスも低レベルやな。MLB で今永が投げる球のデータ取ったら、こいつのフォーシームは絶対通用するって話になって、ほんま通用するとは、リップサービスやと思ってたわ。低いところから出る高めのストレートがフライボール革命で MLB 主流になった。アッパースイングと好相性らしい。高めのフォーシームやロバウアーがこっち来て高めバカスカ打たれてたけど、逆にあっちではかなり通用するっぽい。アメリカは日本より高めにストライクゾーンが広いから、直球が浮く投手に有利らしい。制球いい左腕はどこでも通用するんじゃないの。むしろ国際試合得意にしてたし、ある程度通用するとは思ってたわ。ここまでとは思わんかったけど、パリーグ史上最強投手の山本が凡投手で、セリーグでモブだった今永が無双というのが面白い。横振りが基本の NPB やと、ホームラン打たれるゾーンが縦振り基本の MLB では空振り取れるお宝ゾーンになっとる。去年バウアーと一緒にやれたのも良かったんかな。去年も前半はすごかったじゃん今永。今永フォーシーム空振り率 9.8%、 スプリット空振り率 24.6%、 スライダー空振り率 14.6%、 カーブ空振り率 0%。 やっぱりストレートと落ちる球のコンビネーションに弱い MLB。 横浜の守備に鍛えられたので、普通レベルに守ってもらえれば無双するぞ。他のピッチャーたちもリリースしてあげなさい。ハマスタとかいう魔境。